7重役と婦人会長次には伊藤の家とその付近でのジョーク実演についてやはり演劇の手法で時とところを一つにまとめて書いてみることにするある晩のこと伊藤から 自宅で小さいパーティーを開いて面白いものを見せるという招待を受けた私は少し早めにまだ日のあるうちから出かけていった伊藤は私と知り合いになる前から同行者を集めてプラクティカルジョーカーのクラブみたいなものを作っていた メンバーは新入りの私を加えて7人であった。しかし、伊藤と私の他の会員は、皆職業を持っていて、十分の余暇がなかったので、実際にジョークをやって歩くのは、主に伊藤と私だけで。他の連中は、私たちのジョーク実演の話を聞いたり、自分たちの妙案を発表したりするだけで、 いわば話仲間にすぎなかった伊藤はそのうちみんなで発祥人のような大がかりなジョークをやってみようじゃないかと言っていたがそれが実現しないうちにあの事件が起こってしまったそしてこのクラブもついうやむやのうちに 解散することになった伊藤の家はバスを降りて五六町のところにあった五六町の間は大きな屋敷ばかりの寂しい町なのだがその夕方はまるで人通りがなく辺りはシーンと静まり返っていた。 高いコンクリート塀に挟まれた街をテクテク歩いていくと、ふと向こうに変なものが見えた。一人の中年の紳士が妙な格好でまごまごしているのだ。でっぷり太った重役タイプの立派な洋服紳士だったが、その紳士が手に 長く伸ばした薪尺を持って何かモジモジしながら塀の角の方へ近づいていくのである紳士は外出用の服装で塔のステッキを持ちまだ新調したばかりらしいソフト帽をかぶっていたその身なりで薪尺を持ってうろうろしているのは実におかしいのである。 コンクリート塀の角から少し離れた地面に赤と白の段々染めの測量棒が立ててある薪尺はその外側を回って曲がり角の向こうへ折れているそちらの端も誰かが持っているらしいのだが薪尺はだらんと垂れていてそっちの端を持っている人もそろそろとこちらへ近づいてくるらしい なんとなくおかしな様子なので私は遠くに立ち止まってそれを見ていた紳士はもうほとんど曲がり角まで達していたがすると向こう側から目の覚めるようなきれいなものが現れてきたそれは40歳前後の厚化粧の夫人であったどこかの奥さんであろう 外出用の清掃をしている派手な花模様のある訪問着に帯も丸帯をでんと締めている手には流行型の大きなハンドバッグその清掃夫人が薪尺の一方の端を持って何かこわごわこちらを覗く格好で現れたのだからいよいよ事態は異様である。 紳士の方もおずおずと塀の角から覗く。婦人の方もおっかなびっくりで角から覗く。そこで二人は顔を合わせたのだが、二人とも何とも言えない、酸っぱいような苦っぽいようなへんてこな表情を浮かべた。二人が知り合いでないことは一見してわかる。 ますます異様であるは私はこれは一体何事なのかと好奇心を燃やしながら見つめていた紳士の方が巻き尺のケースを持っているのだが巻き戻そうともしないので目盛りをしたテープが道路にとぐろを巻いているそしてそのテープの両端を持った紳士と婦人とが 困惑したような顔を見合わしているのだ。私をいつまでもこんなところに立たせておくなんて、けしからんじゃありませんか。今の男は一体どこへ行ったのです。紳士が真っ赤な顔をして詰め寄っている。私こそ迷惑ですわ。あなた、どこの方か知りませんが。 さっきの男はあなたの部下でしょう。急ぎの用事があるのに、こんなもの持たされて、もう十分もじっと待っていたのです。あなたは私をおなぶりになっているのですか気の強い奥さんと見えて、なかなか負けてはいないのである。怒っているので顔が崩れ、人並みの顔なのだろうが、ひどく醜く見える。 何を言うんです。迷惑したのは私の方ですよ。一体、あなたは私に何の恨みがあるのです。あら、妙なことをおっしゃいますわね。身も知らぬあなたに恨みなんかあるはずがないじゃありませんか。あなたこそ、私をからかっていらっしゃるのです。本当に、たちの悪いいたずらですわ。 怒鳴り合っているうちに二人とも変だと気がついたらしいお互いに加害者でなくて被害者だということが分かったらしい二人はしばらくの間黙り込んで相手の顔を見つめ合っていたが紳士の方が先に口を切ったどうもお互いに一杯やられたらしいな 夫人は泣き笑いのような表情になった。それじゃあさっきの男はあなたもご存じない人ですかそうですよ。あなたにもきっと私と同じようなことを言ったのでしょう。これはひどい目に遭った。あいつ、もう遠くへ逃げてしまったでしょうから、今更探しても追っつきませんよ。 お互いに飛んだ災難と諦めるほかありませんな。ははははは。まあそうでしたの。本当にひどい。そこで二人は、お互いの立派な服装を認め合った模様である。あら、あたくし、つい腹が立ったものですから、失礼なことを申し上げてしまって、お詫びいたしますわ。 いやそれはお互いですよ。私は、こういうものです。決してこんな馬鹿な真似をする人間じゃありませんよ。紳士は太鼓腹の直キのポケットから名刺入れを出して、指につばをつけて一枚引き抜いて、夫人に差し出した。あら、申し遅れまして、私も。 夫人も懐から紙入れを出して小型の名刺を差し出した。お互いの名刺には、〜何々会社専務取締役とか、〜何々婦人会会長とか印刷してあったのであろう。二人は名刺を読むと相手を見直したように、優しい目を見交わして、あはは、おほほと笑った。 それからは小声になったのでよく聞き取れなかったが、二人は長い間立ち話をしていた。どうやら共通の知り合いでもあって、その噂をして一層親しみを感じているらしく見えた。やがて紳士はまだ手にしていた巻尺の革のケースに気づくと、長く伸びた測量テープをぐるぐると巻き戻して、 あそれを何か戦利品ででもあるようにポケットに収め夫人とむつまじそうに肩を並べて大通りの方へ歩いていった眼中の国旗そんなことで手間取ったので私が伊藤家に着いた時には。 「主人側の伊藤夫妻と客は二人差し支えがあって私のほかに三人であった」「いちいち名前を挙げるとかえって煩わしくなるから名前は略するが三人のうちの年長者は五十二歳の下町の料理屋の主人で手品の名人であった」 アーマチュア・マジシアンズ・クラブにも入っていて、一年に一度はそのクラブの大会の舞台に立った。どこへ行くにも必ず手品の種の三つや四つは身につけていて、木に応じてそれをやってみせた。トランプのカードも、種のあるのやないのや、幾種類もポケットに入れていた。次の年長者は、 はっきり歳を知らなかったが、四十近い区役所の戸籍課長であった。この人は特技はなかったけれども、酒に強くて大の愛妻家であった。奥さんはそれにふさわしい綺麗な人だった。ジョークの話が飯よりも好きで、地口がうまかった。何かというとダジャレを飛ばした。 三人目は伊藤君と同い年の三十六歳で慶成大学の助教授だった専門は社会学語と将棋が強くて両方とも素人初段をもらっていた欠席した二人は大きな電気会社の課長と二十歳の美術学校の学生であった そしてこれらのメンバーはすべて探偵小説の愛読者だったことに若い美術学生が大通で西洋の原本をたくさん読んでいて我々を煙に巻いた伊藤家は洋風の食堂だったのでみんなはそこの大テーブルを囲んで席に着きもうオルドブルの皿が出ていて洋酒が並んでいた 伊藤は、こういうパーティーの檻は、知り合いのコックを呼んで料理をさせるので、奥さんも女中もお給仕をするだけでよかった。むろん奥さんの席も取ってあって、美しい宮子は、大方はその席について、ホステスとして皆をもてなしていた。宮子はジョークの趣味を持っているかどうかわからなかったが、 適当に調子を合わせていた賢くて美しくて講談師の伊藤とは似合いの夫婦だったその席にはもう一人私の全く見知らぬ人物がいた年の頃は四十を少し越しているように見えた 真っ黒な濃い毛をきれいに撫でつけていたが、それがあまり黒々としているのが目障りなくらいだった。顎から首にかけて大きな傷跡のひっつりがあった。行儀よくテーブルの前に腰掛けているのだが、なんとなくぎごちないところがあった。タバコも吸わなければ酒も飲まなかった。時々、 水のコップを口へ持っていくのだがその動作がなんだか機械で動いているように感じられた食卓についても左手だけに黄色い手袋をはめたままで膝の間に手ずれではげた木のステッキを立てかけていた手品教の料理屋の主人はスープが運ばれる前に もう手品を始めていた誰も所望しないので一人で楽しんでいる吸っていたタバコを右手に取るとさっと空中に投げる真似をするしかし手からは何も飛び出さない火のついたタバコはどこかへ消えてしまったのだその手を空中に差し出して何かを掴む真似をした そしてひょいっと手を開くと、ハートのクイーンの美しいカードが現れる。彼はそのカードを持ち替えて、またもや空中高く投げ上げたが、すると、そのカードが食堂の白い漆喰の天井にぴったりと張り付いてしまう。なかなか見事な手品だが、誰も感動しなかった。 というのはこのメンバーたちは何度となくその同じ手品を見せられていて不感症になっていたからである私は手品よりも私のすぐ前に腰掛けている傷跡のある未知の男に引きつけられていた伊藤が面白いものを見せると言ったのはひょっとしたらこの男に関係があるのじゃないかと考えた 心が、そうしてじろじろ見ているうちに、私は驚くべきことを発見した。その男の左の目の玉が、まるでミニアチュアの絵のように、赤や青のきれいな色彩を持っていたのである。私はぎょっとして首を前に突き出して、その不思議な目玉を眺めた。よく見ると、 それはアメリカの国旗であった。目の玉いっぱいにあの星と線の国旗が翻っているのだ目の玉にカラーフィルムのように国旗を因果してあるのだろうかそんな途方もないことがありえるのだろうか私がびっくりして見つめているので。 私の隣の人も、その向こうの人も、同じように、不祥男の目を見つめた。そして、アメリカの国旗に気づいたようである。あの料理屋の主人も、手品をやめて、じっと男の目を見ていた。みんな、気がついたようだね。それじゃあ、美浦さん。 もっと違うのを見せてやってください伊藤が誇らしげに言うと男は従順にその言葉に従ってポケットから平べったい金色のケースを取り出して蓋を開けたプーンとアルコールの匂いがしたケースの中にはアルコールを浸した綿が詰まっていた 男は指でその綿の中を探して何かを取り出した。それからくるっと後ろを向いてみんなに顔を見られないようにして両手を目の辺に持って行ってしばらく何かやっていたかと思うと再びこちらに向き直り手に持っていた小さなものを銀色のケースの綿の中に隠した。 みんなが男の左の目を見ると、今度はアメリカの国旗でなくて、日の丸の旗が翻っていた。ミニアチュアの真っ赤な日の丸が、実に綺麗だった。それから男は何度となく、後ろを向いてはこちらに向き直った。その度、目の中の絵が変わるのだ。 イギリスの国旗も出た。日本の国会議事堂も現れた。ヌード娘の全身像も出たし、どこの人種かわからないが、実に美しい女の顔の大写しも出た。それが皆、8ミリのカラーフィルムよりも少し大きく、くっきり焼き付いているのだから、その可愛らしい美しさは驚くほどであった。 分かったかねこの人の左の目は義眼なんだよこの人がまたなかなかの趣味家でね義眼にあんないろいろな写真を焼き付けさせてとっかえひっかえはめているんだ初めて見た時はギョッとするがよくよく見るとその美しさに引きつけられてしまう 義眼のダンディだね義眼でない我々にはできっこない、<laughs> ちょっと羨ましい趣向じゃないか。この義眼のジョークには、さすがのジョーカークラブ員たちもすっかり驚いてしまい、簡単の言葉が次々と述べられた。私は、 これが今夜のパーティーの面白いことなのかと伊藤の顔を見たが、あ、無論面白いことはこれだけではなさそうだった。伊藤の顔のメフィストの薄笑いがそれを白状していた。それから食事をしながらいつものジョーカークラブらしい雑談に入ったが、次々と運ばれる料理は 例によって申し分なかった。一同は臨時雇いのコックの腕前を褒めたたえた。デザートコースに入ると、私はさっき外で見た測量テープの事件を報告した。僕は結果だけを見たんだから、前にどういうことがあったかわからない。しかしこれはどうも。 ジョーカーの仕業らしいね。それもよほど優れたやつだよ。僕の見たところでは、効果100%だったからね。はじめは真っ赤になって怒鳴り合い、それからお互いに罪のないことが分かって和解し、そして名刺を交換したところが振るっている。その結果、お互いに社会的地位を認め合い、 仲良く手を組まんばかりにして立ち去っていった光景は実に見物だったよ。これを演出した奴はよほどのジョーカーに違いないよ。私が話し終わると伊藤くんがテーブルに乗り出してニヤニヤ笑った。そうか。 あれを君が見たのか。今日うちへ来る連中の誰かが見るかもしれないとは思っていたがね。君は幸運だったわけだよ。実は、あれをやったのは僕なのさ。そうかもしれないと思っていた。結末だけ見たので初めの方がわからないが、君は何をやったんだね。 探偵小説だよ。まず結論がある。そこから基地と論理で犯人の行動を探り出す。君にだって僕がどういうことをやったか、大体は想像がついているだろううん、それはつかないこともないが。まあいい。 時間を省くために僕から話そう。僕は、なるべく人通りのない夕方を見澄まして、あの大きな屋敷のコンクリート塀の角へ行った。そこへ、赤と白に染めた測量棒を立て、両側の通りの角から20メートルぐらいの地面にバツ印をつけてから、 巻尺の革のケースを手にして待っていたしばらくは適当な人が通らなかったがやがてあの重役太りの紳士がやってきたああ無論一面識もないんだ服装がきちんとしてなかなか立派だったからこの人がいいと思った 僕は紳士のそばへ行って、ちょっとと言った。私は役所の者で、ここの道路工事の測量を命ぜられてやり始めたんですが、助手のやつがどっかへ行っちまいましてね。すぐ戻ってくると思いますから、ちょっとの間、これをお持ちになっていただけないでしょうか。 すると紳士は、まさか嫌とも言えず、ああ、いいですともと答えたので、僕は、このバツ印の中心にテープの端を当てていてくださいと頼んで、巻尺のケースを渡し、ケースから測量テープを引き出しながら、だんだん遠ざかっていって、角の測量棒の外側からテープを回して、 曲がり角の向こう側へ歩いて行った初めの計画ではそのままテープの端に石を重しにして地面に押さえておいてうちへ帰ってしまうつもりだったがその時ちょうどうまい具合に向こうからあの清掃の婦人がしずしずとやって来た。 無論知らない人だ。僕はとっさに思いついてテーブルの端を引っ張りながら夫人に近づいていった。そして、さっきの紳士に言ったのと似たような嘘をついて夫人にテープの端を握らせてしまった。この地面のバツ印の中心に押し付けていてくださいと言ってね。そして、 僕はさっさと家へ帰ってしまったんだよ紳士があの巻尺を戦利品として持っていったそうだがあまあそれはジョークの楽しみへの投資として仕方がないね僕は結果を見ないで帰ってしまったんだよいつもそうなんだその方が帰って興味津々たるものがある あれからどうなっただろうかと種々様々な場面を想像することができるからねああしかし今の君の話によるとまあ成功だったな薪尺を戦利品にして仲睦まじく立ち去るなどはなかなかいい場面だよこれで。 テープジョークの話は一段落ついたが、このジョークについて、メンバーたちのいろいろな批評が出た。そして最後に、これは近来の終作であるという結論に落ち着いた。わしも見たかったなその重役と婦人会長の出会いがねあまさに傑作だよ。 手品郷の料理屋さんが生つばを飲むようにしていった。それにしても、我らの伊藤会長は手品のコツを心得ているな。このジョークなんか、まさに手品に属するものだよ。